私あの有田屋旅館探してるんですけど、あなたたちご存知ですか？え？後ろ？サンキューベルマッチョ。さて、ナッキー TV 今日のゲストは有田屋旅館の吉郎です。こんにちは。俺、吉郎です。テレビの前の拍手がうるさい。やりすぎだよ。ちょっと。まあ、吉郎っていうのはね。はい。XJAPAN だっけ？XJAPAN で。そうですね。XJAPAN でちょっとだけやらせてもらって。そう、芸能人だったんですね。そうですね。はい。XJAPAN 辞めてるんだ。そう、辞めて、パンはパンでも売れなかった方のパン、ザパンっていうバンドを、ちょっとだけ、はい。あ、知ってる。やってました。絶対知らない。あのね、網山田のお好み焼き屋さんにポスターが撮った。はい、これ、なんで知ってるんですか？有田屋の息子だよって言って。すごいじゃんって。どんどんちょこっと、そうですね、ここで10年ぐらい。やってたんだ。はい。俺もね、昔バンドやってたの。本当ですか？スリーピース。あら。ギターボーカル。パンはパンでも。パンはパンでも。違いますか？やってたな。あ、そうなんですか？じゃあ、改めてまた、再結成して。ねえ、ま、なかなかね、売れなかった。なかなか売れなかった。売れないっていうか、なかなか。目が出ない。まだじゃあ、つぼみのまま。まだつぼみのまま。だからこんな可愛いっすね。そうそう、これから。で、気になってること2つあって。はい、何も聞いてください。名字が、柳瀬。柳瀬です。はい。で、名前が有田屋か、はい。柳瀬ってあんまり聞いたことないし。そうですね。うん、柳瀬、もともと、これは旅館の名前と一緒につながるんですけど、もともと、その4代目で、有田屋って、有田焼の有田屋。うん、当時の有田焼の有田なんか関係あるんだよ。そうです。で、ひいおじいちゃんがもともと九州の有田出身で、で、新潟の方に陶器の店を出して、こっちの方に卸して旅館さんにこう、陶器のもともと店なんですよ。大正4年ぐらいそれをやり始めて、だからもともと九州って柳瀬って炭鉱で有名な、あの辺のところの出身。その時柳瀬じゃなくて柳瀬だったんですけど、で、こっち来て柳瀬っていう人が何人かいるんで、ちょっとひねくれてるおじいちゃんが嫌だ。柳瀬に変えた名前。名字変えただけなんですけど。そんなに変えていいんだ、変えていいみたいですよ。へぇー、はい。だからもともとルーツは、九州が入った。うちの旅館で使っている陶器も全部入って。あ、俺今日聞くまで、なんか、そんな歴史じゃねえんだろうなと思って、ポンと聞いて、本当にそんな歴史だったんだ。そんな歴史なんです。はい。素晴らしい。で、僕で4代目でちょうど100年ぐらいですね。陶器のところの店からやり始めて。あ、もう100年 ?100 年ぐらい。じゃあ、どんな年じゃん。そうですね。まだまだひよこですね。ひよこだね。これからだね。まだまだこれから。じゃあね、キイチロンね、はい、最後に、はい、この有田屋旅館の、はい、おすすめを。おすすめ。まあ、一番は僕なんですけど、ちょっと表情しましょう。あとは、まあ、今も言ったみたいに、有田焼の陶器で、大体みんなお食事を、提供してたりとか、あと、まあ、小さい旅館なんで、ほんと、まあ、コンパクトな、隠れ家的な、雰囲気というか、ゆっくり過ごせると思います。お風呂もゴミゴミすることほぼないですし。はい。で、ドラムも聴ける。ドラムは聴けないですよ。さっき和太鼓。あ、和太鼓。神戸太鼓って和太鼓をやってるので。神戸太鼓やってる。神戸太鼓やってるので。そういうのもまた、宴会の時は、ね、宴会の時にご要望があれば、あ、来るんだね。やってみたいなと。今考えてるところです。あ、考えてる。いやいや、今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。次は、あなたのところに行くかもしれない。怖い。